よしよしよし、なんなんなん、なんやんた。テンション上げ上げ、こんにちは、ほのぼのでイエ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 イ。さっきまで雷がすごかったんですけれども、今回はですね、久しぶりに好評だったアベールで初企画、アベールでは初企画、ノエノがほのぼののコーデを選んで、ほのぼのがノエノのコーデを選ぶのコーナーをやりました。なんと合計金額、口まで入れて完全全身コーデ2着分9900円です。やばくない？2着はさ、靴までもさ2個も買ったんで。ちなみにこちら買ったものになります。重い、2足買ってるから。今日はですね、これからめちゃめちゃ久しぶりの企画を撮りに行きますので、ほのぼのが久しぶりのようは射撃行ったんだけれども、こちらもね楽しみにしてください。今日のコーデ、私は昨日マルキューで買ったやつ、ほのぼのすごいんですよ。ちょっと一回転してごらんなさい。メゾンのフルール持ってるの、これ視聴者さんからいただいてるやつで、下がモルガン、上がアベールです。マジで、アベールの格好したアベール来たの、すごい。でも機会あるよね、私もスマブラの格好して、スマブラ行ってるもん。それではお家のないの、スマブラ、ということで帰ってまいりました。ただいま。あれから何日だった？2日ぐらい経った。今回はね、アベールでお互いのコーデをし合いました。でもですね、うちこれがいいって口に言っちゃった。しゃーな、うちもないのに、ちょっといいってこう合わせてみた、うん、え、それそう、うち嫌だった。やっぱ私ファッションセンス結構口出ししちゃうタイプの人間だから、だから何回も言われたよ、うん。で、ほのぼのは、なんか前に他のお店で欲しいって言ってた、シェイシェイみたいなやつがあるんですよ。それがなんとアベールに来て、ほのぼのこれ欲しいって言ったなと思って、それに合う下をちょっと選んだって感じですかね。それでは早速紹介していきます。今回はね、靴も含めて2人でコーデしたのに、なんとお値段が1万以内に収まったというね、素晴らしい。で、まずノエノがほのぼのに買った上はこちらでございます。わー。実を言うともう一回着ちゃった。何着てんだよ。今流行ってるみたいですよね。ここがこういう風なチャイナドレスみたいな感じのが流行ってるみたいで、じゃあ両方言ってほしいね。はいはい、チャイナ超超有名心地21歳、いいやうん、ハンクラブ。こちらどっかで見たことあるよとヒート、そうでございます。前回ですね、ほのぼのがアベールでゲットしたものと全く同じジャンルのやつでございます。前回はポロシャツだったんで、ここにね1095と入ったんですけれども、これは全然雰囲気違って、袖もねなんかふわふわした女の子感が出てて、前回のスポーティーだったんだけど、今回は全然スポーティー感はゼロでございます。ということでこちら、はい。で、下なんですけれども、すごい悩んで、ちょっとネットでググりました。チャイナ服流行り。そしたらズボン履いてる子が多くて短パンにしました。ズボン履いてる子が多くて短パンにしました。そうそう、この方は最近こう女の子女の子した服が好きっていうのを聞きましたので、私が女の子女の子してるような服を選んであげました。着て、これ似たようなの GU で買ったことある。ここにボタンが3つついてて、ちょけとした中がこうなってるのを見つかった。で、こちらのベルトもついておりまして、このベルト緩かった、ちょけとした。サムネ見てる方は分かると思うんですけれども、アベール今すごいやっぱ量産型をしてて、もうしまむらも、そうしまむらも負けずとしてるんだけれども、アベールも頑張ってて量産型に力めちゃめちゃ入れてて、ほぼ量産型だったよ。だって入り口がもうマネキンが量産型してるの。このものはこんな感じになります。黒にこの色合うなって思って、今日これスカートじゃなくってキャンピン、うん、キャンピン用なんですよ。ほのぼの最近ね、ほんと量産型に目覚めたらしいんですけれども、え、でも今日の格好した、今日の格好、韓国の大人の人みたいってママに言われた。ほのぼのってほんと流行りにすごく敏感で、ファッション特に今ほのぼね量産型目覚めたって言ったじゃないですか。でそうしたらやっぱりこう量産型が流行ってて、1個前は何でしたっけ、ピーブスケ、うん、ピーブスケ流行ってるって言ったら、このピーブスケだ。私はもうほんとに自分が好きな服っていうのが定まってるから、流行りとかはあんまり追わないんだけれども、この中学生やめてください。流行りしかと思ってない。逆にもそれもいいよね、なんかいろんなジャンル着てみて自分に合うっていうのが大人の時わかるじゃん。あ、量産昔やって似合ってたなと思ったら量産型になれるし、ピープス系のやつだなと思ったらピープス系になれるんじゃん、大人だったら。それもすごくいい道を歩いてると思うんだけれども、今、まあ、量産型が一番流行ってるじゃないですか。やっぱこの流行りに敏感なやつにちょっと聞いてみたいと思います。次何流行りますか。え、韓国、あー、これですか。あの、こういう感じこれみたいですよ、皆さん。次のポップティーこれです。秋はいかがですか。秋何流行りますか。え、でも見えてるのか、本当に
冬は見えてるよ。おい、何？自分の流行りだけど、ね、うん、あんたの流行りはみんなの流行りだから。パーカーあるじゃん。パーカーを下よく短くたたいてさ、素足でダボっとした感じのがまた流行ると思う。あ、カレーシャツみたいなやつ。知らないけどパーカーだから秋だと思う。それだからやっぱうちね、日が見えてるお姉さん。あのね、冬ね、足出すのうちほんと好きなの。ダボっとしたパーカーってブランドとかとかですか？パピコがさ、アンダーカバー持ってるんだけど、たくさん持ってる。それも流行るんじゃない？アンダーカバー。どうアンダーカバー流行るどうこうの問題じゃない。あそこはもうブランドだから。なんかその中高生が買える洋服としてはやっぱりどこですか？大きなパーカーだったらいい、うんうんうん、なんか、うちだったら、大人用だったらここら辺になる。ここら辺の、パーカー、ここまであるパーカーだと、これこんなんなってるよ。ちょ、持ってくんね。で、アベールの紹介は？ちなみに、ほのちゃんの服、イケアで買ったんだけども、XL なんですよ。ダボダボが流行ってるし。でも、ダボダボしすぎてもダメ。ピッチピチよ、うち、ほんとにもう。ただいま。ガッチじゃん。多分これ、両方とも膝まである。あるね。私らも多分膝まで。パーカーってこういうのじゃないね。やっぱ、違うわ。え、ちょっとこれは違う。一旦今日は、膝まであるっていう程度。え、これはちょっと違う。うちのちょっとゲス持ってくる。でかすぎでしょ、これ。なんかもう、布団着てるみたい。あ、そうそう、布団の着るやつあるの知ってる。これもう一段階締められるんですよ、ここにこう。なんだけど、アンダーカバーの特色。アベールの周りにアンダーカバーはダメだよね。なんか、飲んじゃなんだけど、こういう感じの、これを、もうちょいうちだったら、ここら辺かもしれないから、うん、太もものこのラインの上。結構、ミッチもそういう格好してて。ここら辺で下を、結構それ、ミッチもそういう格好してて。で、いあとは、うちこの、ラルドスクラゲトンネル。これ本当に大好きで、これは本当に大好き。ダスボはね。で、本体着るとさ、ハリーポッターでしかないんだけど。マジハリーポッターなんだけど。え、こういう感じじゃない。ハリー。違う、こういう感じじゃないけど。カオスの方にチェンジ。あ、いいじゃん。あ、いいじゃん、いいじゃん。スタッフみたいじゃない？ということで、長いパーカーはこんな感じ。ということで、続きまして、靴なんですけれども、ほのぼの昔に、どこだっけ、島村で買った靴。ちょっと待ってて。をずっと使っていて、これが島村で買ったやつで、もうやめなさいって言われてんだけど、ずっと履いてる。ここ歩いてるたびに擦れちゃうんだよね。それは引き方の問題です、うん。こちらでございます。かわいいですよね。ちなみにこちらのお値段は1800円となっております。先生、お値段全部言い忘れたのもう一回言い直します。まずこちらの1095って書いてあるやつ、これなんて安いこと、1200円。安いよ安いよ。で、続いてですね、こちらのパンティパンティね、1500円でございます。こちらですね、なんとベルト付きなんですよ。ベルト付きで1500円。ということで、ほのぼのさん、こちら着替えてもらいます。はい、それはすごい点ほのの紹介しちゃうよ。ありがとう。まずはトップスかドカスク、どっちがいい？ドカスクドカスクはこちらです。やっぱりノエの方が足を見せるのが嫌だって言って、ほのぼの本当はね、もっとピチッ。いや、全然見せられますよ、今日みたいにこうやって見せてあげるんですけれども、この人は足が細いんですよ、本当に。細くないです、ごめんなさい。なのでピチッてしたパンツ、こういう感じのもっとピチッてしたパンツを履かせてやろうと思ったんですけど怖い。ダボっとしたのがいいって言うから。そうなんです。で、しかもちょうど私白のパンツが欲しかったんです。こちらですね、1800円。これベルトあるから、まあどれだけお腹が、しかもさ、今日の上の服にあったら、今日の上の服アベールでーす。あんた、これ着てるとね、本当に裸みたいになっちゃうから。私ポパー続きまして、上なんですけど、小中学生が着てんなみたいな、高校生であんま着ないかなみたいな。私もこれ着ちゃう。すっげーシワシワ。これは中の白 T と上のこれで2点セットで、なんとなんと1500円。で、ちょっとこれ脱がして。で、色が何種類があったんですよ。どうせ飲むのはピスタチオ、ピスタチオうるさいんで、ピスタチオですにしましたよ。これソロだといくら？ソロだといくら？あ、いいじゃん。あ、いいじゃん。いいじゃん、かわいい。いい、いい、いい、めっちゃいい、めっちゃいい。そして最後、靴。どうぞ紹介してください。セルフなんだけど、こちら、なんと1200円でございます。かわいいでしょ。蛇皮っぽい感じのやつでございます。そうだね、すごい蛇皮みたい。私は本当もうサマーっていう感じな気がします。サマーで今日は対決にしようと思うので、対決、このボールのコーデがいいなと思ったらノエノンって書いてください。複雑だな。そうなんですよ、ごめんなさいね。ノエノンのコーデがいいなと思ったらこのボールとかでください。コーデでね、うち1個聞きたい、聞きたいじゃない、やってみたいことあるんだけどさ、あなたが私の服を着てみて、私があなたに考えてみたい。それ今後またいつかやりましょう。いや、今後じゃなくて、この動画の最後のおまけやりましょう。ということで、
コメント欄に結構複雑になってしまうんですけれども、このものの方のコーデが良かったでもいいです。だからノエノしか書いてなかったらうちが買ったってことですよ。そう、そうなっちゃうから気をつけてみんな。ってことでカメラチェンジ、そしてうちらも着替えるチェンジ、衣装チェンジ、いかがでしょうか。私は初めてこう洋服を普及者にしてきました。靴は可愛い。出すわけないじゃん、もうって思います。私がダサいダサい。マネキンでもこうだったよ、こうでしてた、ダサい。いや、マネキンがダサかった、ごめんなさい。マネキンさん陰先生がうるさいんで、陰先生それ陰するんですか。私出すか出したら汚いよ。汚いよねえよ。チャイナドレスインしてるやつ見たことないでしょ。それはチャイナドレスっていうのここまであるから上もだよ。今時の人はインする。ごめんなさい、うちの陰先生が。ちなみにこれ似た服があったってないですか。そこのお店はほぼ量産型のお店だったんですけど、どちらかといえば地雷系じゃない。地雷系、地雷と量産のうんです感じなんですけれども、地雷系と量産型の中で今このチャイナ服が流行ってるのかなと思います。でもチャイナ服かわいいね。私もチャイナ服着たい。どうですか、ノエノのコーデ気に入りましたか。これ気に入った。コーデの話をしとるんじゃ。気に入りましたか。これ気に入った。きた気に入った。トッカルみたい。いいじゃんいいじゃん。I just wanna make you happy and more 笑ってほしく Happy happy 気を上げます。今保留です。なんで人の話を聞かない人はあちょっと来てください。気を上げます。逆に飲んだと可愛いじゃん。ということでお互いコーデしてみたんですけど、前回同様ね、全然1万円いかず靴まで買えてました。2着買ってるんだよ、すごくない。すごいと思う。やっぱノエノが選んだ方がいいから、ほのぼのって書こうと思ったヒートを置くと思ったらちゃんと書く一緒にしてました。ほのぼのいいしん、ノエノって確信。あのさ、あんたぶりっ子先生なんで全部クロちゃんだしんなるよね。ちょっといい、バンクロちゃんのサインだしん、騙されたしん。これクロちゃんさんとコラボしたときに書いてもらったやつです。動画概要欄にありますので、ぜひよければ見てみてください。わわわわということでチェンジしようか。チェンジした瞬間もキャブバイなの。せーの、チェンジキャブバイ。せーの、チェンジキャブバイ。いや、まだキャブバイしない。なんとですね、私たち服を交換したのにかかわらず何も変わってない。ゆるいとかきついとかそういうのないです。え、ちょっときつい。え、ちょっとすごいゆるい。落ちちゃいそう。もう身長もね、ほぼ一緒で、体型も似てるんで。体型、私の方が体重軽いから似てるんで。似てる。残念ながら似てるんで、服はね、結構シェアすることが多いですね。こうなったらわかると思うんですけど、ノエノの服って、ほぼに着てても全然違和感ないじゃないですか。でも、ノエノの方はね、もう違和感ありまくりだと思うんですよ。何があるってんの？だってこんな服着ないもん、普段。ということで、普段見れないノエノも見れると思うので、キャバイバイ。バイちゃん。